ちょっと試合も見たんですけど、かなりやっぱり速いし、うまいし、まあ、かなり少年の頃から、ね、ずっとやってきたということで、かなり強いなっていう印象です。まあ、本当にできる、どこまでできるのかっていうと、まあ、今43歳です。もうほとんど限界を超えているような年齢なんですけども、まあ、さらにもっと、ね、50に近いぐらいまで、今のレベルでできたら、いや、これは本当にすごいことだと思うんで、できたらそこまでやりたいなと思います。10月20日、防衛戦ですけれども、相手はすごく若くて強いですけれども、この世代交代は私が食いと思いますので、特に中年の皆さん、後楽園ホールへぜひ観戦にしに来てください。そして私のこと応援してください。よろしくお願いします。